折り鶴百鶴鶴花紙飛行機折り紙とは、紙を折って、動植物や、生活道具などの形を作る日本伝統の遊びである。また、折り上げられた作品そのものや、折り紙用に作られた、正方形の専用紙、し、千代紙などのことを指す。上級武家が和紙で物を包むために用いていた折り方、折り方霊法から霊法部分がなくなり、庶民へ遊戯用に広く発展。 普及したもので、日本を代表する文化である。起源は定かでないが、伊原ラ西の一中や独銀四千句が最古の文献とされている。ヨーロッパなどで独自に発達した折り紙もあるが、現代では日本語の発音を移した折り紙という呼称が海外でも広く使われている。折り紙の芸術的側面が評価され、過去にはなかった複雑で優れた作品が生み出され、 各国に伝承する折り方に加えて、新しい折り方も考案され続けている。また、折り紙の持つ、幾何学的な性質から、数学の一分野としても研究されているほか、工学分野でも構造物の収納、展開の手段として活用されている。古くは、千代紙と呼ばれる彩色豊かな和紙を使用した。このため、折り紙の紙を千代紙という場合もある。また、近年では、 伝統工芸品としても、千代紙が販売されている。現在の折り紙は、多くの場合、使用する紙は1枚で、ハサミや糊などは使用しないが、2枚の紙を使うものや、ハサミで切り込みを入れるものもある。また、複雑な作品や折り目がつきにくい場合などにはヘラを、用いることもある。折りずる緻密に、折ったり、折り目の間の空間に、折り目の一端を挟み込むなどして、 形を作り上げていく。折り続けていくため、折り始める前の紙の大きさに比べ、出来上がった形はかなり小さなものになることもある。代表的な折り紙には、鶴、風船、紙飛行機、手裏剣、カブトやつさんなどがある。ヨーロッパでは、スペイン語で、パハリータ、フランス語で、ココットと呼ばれる小鳥の形をした折り紙が代表的である。また、養殖の時に折られて、 テーブルに置かれるナプキンも、講義の折り紙の一種である。布施正方形一枚折りと読む。折り紙のうち、ハサミ等による切れ込みを入れず、正方形の紙一枚だけを用いた折り紙をこう呼ぶ。基本的な折り紙であり、この折り紙を好む者も,もいる。対象をいくつかの部分に分けて折り、それを組み合わせて作品を作る折り方。伝承的なものでは、やつさんと、 はかまを組み合わせたもの。紙に切り込みを入れなくても、比較的簡単に複雑な形を表現でき、また色違いの紙を使うことでカラフルな作品に仕上げることもできる。組み立てる際に、糊や針金などを使う場合がある。紙に切り込みを入れて、角の数を増やしたり、一部を切り取ったりすることによって、複雑な形を折りやすくする折り方。折り紙愛好者からは、 邪道扱いされることもあるが、不節制、方形一枚折りにこだわって折り方が複雑になりすぎるより良いという意見もある。秘伝、千抜る折り方に見られるようなつなぎ折り鶴は、ハサミを利用して作る。ユニット折り紙日本人作家によるユニット折り紙の作品何枚もの紙を同じ形に折ってそれらを組み合わせ一つの作品を作り上げる。折り紙作品をユニット折り紙と呼ぶ。 ユニット折り紙の対象には対象性の高い多面体、箱などが多い。枚数としては2枚から数十枚、多いものでは1万枚以上もの紙を組み合わせることがある。ユニットを組み合わせるときには、紙の摩擦のみで全体を支えるものが理想であるが、場合により、のり付けや糸で閉じるケースもある。ユニット折り紙作家としては、笠原国彦、河村美幸、布施智子などが有名。 類似のものに折り紙細工がある。伝承の手裏剣もまたユニット折り紙の一つである。蒸気の折り紙に加えて動かせる玩具として作られたもの。古くはカメラや羽ばたく鳥など、近年には神や里シの黒い森の魔女などの複雑なものもある。折り紙には基本型と言われるものがいくつかある。例えば鶴の基本型は四つの尖った角を持っており、 動物を折る場合なら、これらを頭や足に当てることで創作が容易になる。以下に、その代表的なものを記述する。一般的には、折り紙専用の正方形の紙を使う。しかし、作品によっては長方形その他の形をした紙を使う場合もある。通常は他の用途向けの紙で折られることもある。箸袋のほか、新聞紙などを用いる作品もある。紙幣を、 折り紙の素材とし、人物などの図柄を、完成作品のデザインの一部に取り込むような、試みさえある。五角形や六角形や八角形など、多角形の特殊な紙を用いる作品もあるが、こうした場合は、自分で必要におじ正方形の紙から切り出すと良い。文房具店などで最も普通に売られている折り紙は15センチメートル角で、あるが、 それ以下、それ以上の折り紙も市販されている。また、稀ではあるが、円形の折り紙なども存在する。彩色に関しても、両面カラーのもの、透明なもの、グラデーションや水玉など特殊な模様の入ったもの、表面が2等分や4等分に色分けされているものなどがあり、現在選手以上の折り紙用紙が入手可能と言われている。複雑な作品を織る場合には、 金属箔を利用したホイル紙や薄い和紙の裏に金属箔を裏打ちした自作の用紙が用いられることが多い。展示用の作品には見栄えの関係で剪定した用紙や和紙を正方形に裁断して使うことが多い。厚手の紙を随時適度に湿らせてから折る。ウェットフォールディングという技法も使われる。この技法を用いると厚い紙を簡単に折ったり、 シワを大幅に減らしたりすることができる。また、曲がった形を固定したり、紙を伸ばしておったりすることもできる。手元に正方形の紙がなくとも、例えば目の前にある不要な書類などを工夫して、正方形に整えれば、あらかじめ用紙を用意してなくとも、折り紙を十分に楽しむことができる。折り紙の折り方を人に伝えるため、その工程を絵で示す折り図が存在する。折り図では、 慣例的に、山折り線を一点左線、谷折り線を破線で表すことが多い。また、理解を容易にするため文章が添えられることも多い。折り紙では、基本的な折り方に以下がある。その他にも、特別な折り方が多くある。山根折り方霊法教室の折り方折り紙霊法。折り方霊法は、広く普及した折り紙の源流である和紙を手図から折り目、正しく折り、 物を心を込めて包み渡す。室町時代以降、600年以上の歴史を持つ日本の由緒正しき霊法の一つ。本来はこの折り方霊法が折り紙と言われていた。古文書によれば、原型は鎌倉時代に誕生。室町時代に武家の霊法の一つとして制定された。定常雑記や包み欠図説は記録に残る最古の文献である。 室町時代の三大将軍、足利義満が、仏家独自の霊法として、これを明確に定め、後世に、最も由緒正しく記録された文献を残した。指南役である後家に、伊勢家は主に内の霊法、小笠原家は主に外の霊法、今川家を任せ将軍、大名、旗本に限って、高等で教授するか、または雛形を使って、上級武士の間で秘伝として伝承された。 その武家の霊法の一つが折り紙霊法、または折り紙である。ただし、現在一般的に広く知られる、現代の日本の折り紙は、江戸時代に遊戯用に発展したものであり、本来の霊法、作法、意味、目的を失ってしまった。江戸時代中期の古実家であり、伊勢や伊勢定城はこれを憂い、定城雑記や包み欠図説にて将軍家に伝わる、本来の 階級別、用途別には紙と折り方を使い分け、その意味や目的を明記し、正しい折り方礼法を構成に残した。折り紙には流派はなく、原点を調べていくとすべてこの武家の礼法一つになる。前述のみ結図説にも伊勢流、小笠原流といったものはなく、あえて言うならば、将軍流一つであるとされている。折り紙、折り紙霊法と折り紙とを分けて、 呼ぶようになった。それは1920年頃、昭和初期に、霊法学者、美学者、折り方霊法研究の第一人者であった、山根明弘が、本来、折り紙霊法と呼ばれていた霊法である折り紙が、遊びの折り紙と混同され本来の姿を止めなく、なってきたため、遊戯折り紙と、折り紙霊法を明確に分けるために、折る方法と読まれ誤解を招きやすい故障折り紙を、 折り紙と呼び直し、現在、遊戯用の折り方は、折り紙、折り方礼法を、折り方と言われるようになった。デザインで作る、折り方は、折り方とは言わず、本来の意味、折り手順、渡し方から受け取り方、置き方までが、明確に決まっている礼法である。江戸時代初期からは寺小屋で、折り方が必須項目として教えられていたほか、第二次世界大戦まで、義務教育として、 日本人の誰もが習う環境にあった。敗線とともに折り方は教科書から消え、遊戯折り紙の実が残ったが、霊法学者であった山根明弘が戦後、流派に関係なく正しい霊法を伴う折り方を復活させ、体系化した。そのために正しい折り方霊法の普及活動を行う、山根折り方霊法教室を創設した。遊戯折り紙遊びが広く普及したのは、 江戸初期とされる。吉道一円秘伝、千羽鶴織方より、連鶴、十餌1797年に出版された、秘伝、千羽鶴織方は、49種の折鶴を紹介している。他に、旧将蘭織方がなで本、中心蔵などがあり、当時約70種程度の折り紙があったことが伺える。現存する折り紙で最も古いものとしては、 森脇家球像の作品群がある。これには折り方礼法と遊戯折り紙の両方が含まれているが遊戯折り紙については江戸時代初期頃から折られたものと推定されている。ドイツのゲルマン国立博物館及びザクセンフォークアート美術館に19世紀前半に折られたものと推定されている作品群が所蔵されている。ヨーロッパの折り紙は フリードリヒ・フレイベルの幼児教育法に取り入れられ、日本の開国に伴い、日本にも伝わった。ヨーロッパの伝承作品として代表的なものに、パハリータ、ホカケブネ、フルセン、紙飛行機などが挙げられる。日本人作家、川崎敏和の作品1950年代には、日本の吉沢明、高浜理恵、イギリスのロバート・ハービン、アメリカのリリアン・オッペンハイマー、 サミュエル・ランド・レッドラを中心とする国際的な折り紙サークルが形成され、折り紙が世界的に普及した。1983年に発売となったビバ、折り紙および1989年に発売となったフォールディング・ザ・ユニバースが皮切りとなり、近年複雑な作品も作られるようになった。前川敦氏によって創始された折り紙設計の技法は特に大きな影響を、 与えており、これにより初めて複雑な作品を合理的にデザインできるようになった。ペラーケイリアンとペチペとは形状を記憶する布でできており、手元で転がすなど刺激を与えることで記憶された折り紙の形へ戻る性質がある。現在、日本国内では日本折り紙、協会、日本折り紙学会の両団体が存在するほか アメリカイギリスなど各国にも折り紙団体が結成されており、愛好者間の交流を深めている。インターネットの普及などにもよって、情報伝達の速度は一層上昇し、以前では考えられなかった速度で技術開発が進められるようになっている。折り紙用紙は広く市販されている。日本では折り上げられた作品を売る自動販売機が日光東照宮近くに設置されている。 また来客をもてなす意味で折り鶴などを置く店舗、ホテルもある。ビー玉に対する、ビー玉剣玉に対する、デジ剣、ベーゴマに対する、キャラコバッチ等と同様に、伝統玩具を商業玩具とする手法は折り紙に対しても実行された。タカラミーからは、折り紙ウォーズ、コナミからは、折りグライドが発売されている。 折り紙戦士という漫画作品が台湾で描かれ、これを原作にアニメも制作された。ビュンビュンバネ、ジェフベイナン作。一枚の長方形の用紙から折られている。折り紙の応用、または研究にはいくつもの数学的課題が含まれている。例えば、展開図を二次元の作品へと平らに折りたためるかどうかの問題は、そういった数学的課題のうちの一つである。 平らな紙は表面のどの点においてもガウス曲率が例である。よって折り目は本来曲率例の直線である。しかし濡れた紙や指の爪でシワをつけた紙など平らでなくなった紙においてはもはやこの曲率の条件は当てはまらない。合体折り紙の問題は重要な実用上の問題である。例えば三浦折りは合体でも折ることができ。 人工衛星の太陽電池パネルを折りたたむために用いられている。またそれ以外にも折り紙はエアバッグの折りたたみや医療用のステントグラフトの折りたたみにも応用されている。空気圧を利用した人工筋肉で人工筋肉の折り、曲げを制御、駆動させるのに折り紙の構造を使用する研究が行われている。折り紙作家は幾人もいるが、 プロとして活躍しているものは一握りしかいない。プロの折り紙作家は折り図を収録した本を執筆し、成形を立てているものが多い。折り紙の日、ありがとうございます。